東京都立田園調布高等学校は、東京都大田区田園調布南に所在する都立高等学校。略称、たたか長年市副校であったが、2008年度に推奨服が導入された。近隣は、緑豊かな文京地区で、大田区立東、調布第一小学校や大田区立東、調布中学校が位置している。 進む学校復活を掲げ、様々な学校改革を進めている。2008年度より、新たな取り組みとして、学力上位層を対象とした、アドバイストクラスが、学年1クラス設けられた。国公立や難関私立大学受験に対応し、必修として、単位認定もされる、大学入試問題演習授業のマルチ演習があり、春と夏には勉強合宿も行われている。 また、水彰服の導入、普通教室への冷房設置、合唱祭の新設等が行われた。さらに授業改善に向けての学力向上プロジェクトも進んでおり、大学受験や学力向上対策の早朝や、放課後また長期休業中の歩行も増加し、充実を図っている。また三者面談、進路相談等の充実も図っている。 読書活動推進にも力を入れていて、ビブリオバトルにも取り組んでいる。現在、関係は1、2年生は全員受験を実施している。英語に関しては、ジテックを受験している。2001年より特色ある教育活動の柱の一つである、戦た進路プロジェクトを立ち上げ、目的意識を持って、戦た生活を送り大学進学を中心とした、戦た生の進路実現に向け、 積極的な指導、支援を続けている。戦た進路プロジェクトは、以前から蓄積されてきた、戦た進路指導のノウハウを集積、システム化した戦たいの3年間を見通した、進路指導で、入学早々の1年生の、学ぶ、意味の進化から始まり、以下、職業に就くこと、上級学校への進学等を重視した総合的な、進路指導プログラムである。 2004年より、明治学院大学、2005年より、武蔵工業大学と広大連携が行われており、他人を習得すると、学校の単位に加えられるとともに、本人が、それぞれの大学に進学すると、大学の単位としても認定される。学校群制度時代においては、小山大と、同群になり、東大10人、総計100人程度の合格者を輩出した時期もあった。 長らく低倍率傾向であったが、進む学校復活を目指した学校改革が評価され、近年入試倍率は上昇傾向である。なお、2010年度には東大へ合格者を輩出した。一般入試においては、都の共通問題を全科目で使用している。2006年入試より、分割後期募集を実施している。部活動においては、過去に野球部が、 東京大会ベスト8に進出するなどしており、玉川河川敷グランドを所有している。男女バスケットボール部、吹奏楽部、ダンス部なども積極的に活動している。ポロニア祭りと呼ばれ、毎年9月下旬の土曜、日曜に行われる。名称は、交渉の霧の学名、ポロニアと、 芸術都市で知られるボローニャから来ている。ありがとうございます。